ニューピアノスタディレパートリーにですね、これの、14、15ページ、おすまし3、これをやります。だからこんな感じで、タン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 ってこうリズム値やってくださいね。いきますよ。せーの。左上げて。半分ここまで来ました。ここね、ちょっともう一回同じことやってみます。ここからここまでね、膝ポンですよ。今引くんじゃありませんよ。リズム練習ね、これね。膝の上でこうやっててくださいね。一番初めから膝落ちしますね。せーの、タン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 、上げる。次。タン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 、ストップね。まずこの半分だけをまず練習しましょう。でここまでをね、今膝をうまく打つのができたら、今度は右手を引きますね。で引くときにドレミを言いながらやってください。言わないとね、間違いでやってたりしますから、ミーソーミーとこう言いながらね、じゃあ最初はまず弾かないで言うだけにしましょうか。ミーソーって言ってってくださいね、これね。こっから来ますね、これ。私弾いてますけど、皆さんここですよ。行きますね。せーの。ここね、ミーソーミーと言ってますか？もう一回行きますよ。ミーソーミーと言います。せーの。ミーソーミドミソミド、次の音分かりますか？これ、で音があちこち行きますか？ここ言いますよ、これね。ドの次の音はレです、これね。レーレーと聞いて、このね、もう一番線の上、これソです、これね。レーって言いましょう。はい、レーレーソーファーミード。ここ一番難しいので、もう一回いきましょう。レレソファ、せーの。レレソファミドソ。うん。はい、次言ってください。さっきと同じですよ。ミソ。はい、ストップ。ね。もう一回いきますよ。さっきのミソミド、これと同じですからね。はい、言いましょう。せーの。ミソミド、ミソミド、ストップ。ここさっきと似てますよ。違いますね、これね。レの次ソじゃありません。レファで、ファから降りてきたらミレ、はい、レファからセ、あ、言うだけですよ。せーの、レファミレドミド、うん、もしっかり言ってください。もう一回いきますよ。レファから、せーの、レファミレドミド。うん、この難しいところ、こことここなんですよね、これね。だからここは簡単、ミソミドミソミド、またミソミドミソミド、同じのばっかりのところはあんまり練習しなくていいんです。ここやめときましょう。じゃあ難しいところ、今からもう一回いきますね。じゃあここ皆さん、レレソファ言うだけ。せーの、レレソファミド、ストップ。もう一回、せーの、レレソファミドソ、うん、ストップ。で今度こっちね、なんかレーから始まってますけど、レレソじゃなくてレファミレ、せーの、レファミレドミド、うん、もう一回言いましょう。言うだけですよ。せーの、レファミレで、ここまでスラスラ言えてから、今度は弾く練習しますね、これね。じゃ右手ね、場所は、目の前のところ、こう真ん中のドじゃなくって、もう一つ上の方のドです、これ。もし真ん中の音だったら、この二つあるうちもね、この、
トーン記号の、この真ん中、下の方、この辺にドがあるはずなんですよ。だからこの結構上の方、線の上の方だなので、ここじゃなくて、こっち。ね。で、ドに、ドの場所、ここですね。ドレミファーソの場所を置いといてください、これね。じゃあ、右手を皆さん引きましょう、ここからね。引きます。ミソミド。言いながら。せーの。ミソミド。ミソミド。レレソファミド。ソ、おやすみ。次。ミソミド。ミソミド。いかない人はここ何回もやってくださいね。もう一回いきましょうか。右手を初めから引きますね。ここからです。ここね、いきますよ。せーの。ミソミドミソミドレレソファミドソ。うん。ミソミドミこの辺ね、うまくいかない人はさっきの読むだけを散々やってください。そしてここだけ今の右手ね、引くところを何回もやってください。この動画もっと戻して何回もやってくださいね。ここできないと両手できませんので。じゃあこの次ね、今ハムだけやってますよ、これね。じゃあここまでの左手、ドミソ。ね、下からこう読んでください。1、3、5って書いてあるのは一番下5の指です。いつもね、音の下から読むこと。上から読むとね、間違っちゃうんですよ。ド、ミ、そう、この場所に手を置きますね。5、3、1の順番の通りにドミソです、ここね。で、次もドミソなんです、これ。ここで音変わります。ドの線の下は何でしょうか？シです、これね。シーレーソに変わります。これがこっちになります。シーレーソに変わりますね。ドミソが次はシーレーソに変わります。この真ん中間違えすぎて気をつけてください。間違って染みそうにならないね。で左手の練習の仕方は、いっぺんにジャーンってやるの難しい人は、一個ずつ弾いてください。じゃあ、ドミソって言ってくださいね。せーの。ドミソ。で、これをいっぺんにジャーン。ちょっと弾いてみましょうね。いいですか？ちょっと指を置いてくださいね。真ん中のドですよ、これね。じゃあ、ドから一個ずつ弾きます。せーの。ドミソ。はい、離していっぺんにジャーン。そうですね。次はこれはお休みの印です。これね。はい、またドミソお休みいきますよ。はい、行きます。はい、ドミソ一緒に、はい、じゃーん、お休みね。次はシーレーソ。このレがね、4にならないように3にしてくださいね。531って言ってください。せーの、531。じゃあ今度シレソって言ってください。せーの、シレソ。はい、いっぺんにジャン。ジャーン。できましたか？で、またお休み。次は、今度、ドミソ弾いて、シレソをすぐ弾きます。これね。ドミソをジャーン弾いてから、シレソをパッと弾いて、お休み。いいですか？ドミソをジャーンと弾いて、シレソをパッですよ。これ難しいですよ、これね。ドミソね。わかんない人はね、もう、またバラバラに弾いてください、これ。じゃあ、次、シレソバラバラに弾く。レですよ、まだね。で、今度短い。ね。で、後から、よいしょー。パンでこう弾いてくださいね。じゃあ、左ばっかり弾きましょう。ドミソ、おやすみ、ドミソ、おやすみ、シレソ、おやすみ、ドミソ、シレソ、パ。ね。ここ、パってのすぐおやすみになるから、これね。じゃあ、一番最初からいきますね。せー、はい、ドミソ。はい、おやすみですね。おやすみ。次、シレソですね。シレソ並べましたか？こう並んでください。これね。シレソをジャーンします。おやすみ。次、ドミソですね。これね。次、シレソパ。じゃあ、ちょっと最初からもう一回いきますよ。左手がドミソですね。ここのドミソじゃないですよ。ピアノの真ん中、ここね。小指置いてますか？ちょっと一個ずつ、一個ずつ押しましょう。ここ、ドミソね。置きましたか？じゃあ、一緒にジャーンね。ジャーンね。じゃーん。おやすみ。で、またドミソ弾いてください。じゃん。
はい、お休みね。次は、シとレとソ、はい、用意しましょう。ちょっとバラバラに来ましょうかね。はい、いっぺんにじゃん。じゃーん、お休み。で、次また、ドミソの順番ね。じゃーん。はい、シレソになりますよ。今度はね、長くない。じゃん。こう。ね、ちょっと難しいですが。じゃ、次いきます。またドミソ、お休み。ドミソ、お休み。シレソ、これ難しい。シーファーソに変わります、これね。じゃあ難しいとこ先やっときましょう。シレソを押しますよ、これね。じゃあシレソって言ってください。せーの。シレソでジャンって押しますね。次はシファソを言ってください。せーの。シファソでジャンと押しますね。ここ二つ並びますから、これね。じゃあ皆さんもう一回行きましょうね。シレソの場所手を置きましたか。左手ね。シレソだけ練習します。シレソ、はい、じゃんって押しましょう。今度はシファソ言ってください。ゆっくり、せーの。シファソ、はい、じゃんできますよ。じゃあ、最後は、またドミソ。またドミソ。ね。こっち白い音よりも黒い音の方がパッて短いですから、じゃーん、じゃんってこんな感じ。じゃあ、難しいところもう一回いきます。シレソ、シファソ、ドミソ。ドミソがパッと短いのね。ここからいきますよ。シレソね。シレソいきます。シミソじゃないですよ。これシレソね。これね。シとレとソ。よく確認してくださいね。これね。じゃあシレソ弾きますよ。せーの。じゃーん。ストップ。次シファソ。指ここに行きますよ。シとファとソね。これでシファソがよいしょ。できました。この次はドミソいきますよ。次にドミソね。ドミソの場所に。じゃーん。最後のドミソは短く。あ、ここ難しいですよ、ここね。難しい人はここばっかり何回も何回もやってください。ここ、一番難しい、ここ。ね。うん。で、また膝ポンだけやったり、片手やったり、ね、ここできてからまた次行ったり、次のページ行ったり。じゃあ、ここまでをね、両手引いてみますね、私ね。で皆さんはまた膝ポンやったり、右だけ読んでみたり、散々やってくださいね。今、いっぺんに両手やらなくてもいいですよ。もし、何回もやって、もう両手引こうかなって方は今これ真似してください。これね。いきますね。右手はミのところに指を置いてます。ここね。左はドとミと、そう、ここに置いといて一緒に行きます。これね。行きますね。せーの。止めながらでも全然構いませんので練習するときね。レファまで行って次ミレって知らん顔してまた行っちゃうとここ忘れちゃいますので区切ってまた止まってね、そういう風に練習してください。じゃあこの後半行っときますね。ここね、ここをまず皆さん膝ポンしてくださいね。これね、私弾きますけど皆さんここでタンタン、この膝ポンの練習だけやってくださいね。私弾いてますけどね。行きますよ、リズム打ち練習ね。せーの。全然曲感じ違いますね。左が1個ずつの音になります。これで最後は初めと同じかと思って似てるけどなんかこの辺が音が違うので、ね、音はドレミファソしか出てきませんので、ここね、右手ね、よくよくこのぐらいだったらスラスラ読めるように練習してください。じゃあここのところ一緒に読む練習しましょう。これね、私弾きますけど皆さんレとか言ってください。これね、じゃあドレミ言いましょう。レから、せーの。レミドソファソミド、レミドソファレソ。うん、ここまで、ここ一番難しいのでね、読みの練習の時はここばっかり2回とか3回とか練習してください。じゃあ2回目もう一回いきましょう。
読むだけ。せーの。レミドソファソミドレミドソファレソ。うん。じゃあこの次いきますね。音があっちこっち飛びますか、よく見てください。これね、ミから言うだけ。せーの。ミソドレミソド。うん。レミレソドド。うん。ここまでもう一回いきましょう。はい、言うだけね。せーの。ミソドレミソド。うん。レミレソドド。うん。で、ここまでを、じゃあ皆さん、実際に右手を置いて、ちょっと弾いてください。これね。ここからいきます。ここの音じゃありませんかね。こっち側ですよ。どのところの上に置いてますか、これね。で、手が、ね。伸びてしまわないように、ここになんか鉛筆一本置いてるつもりで、ちょっと丸くしといてくださいね。で、弾いてるうちにこう手がこうならないようにですからね。じゃあこのページ、こっちのレミレをね、レミドソですね。右だけ弾きますね。言いながら弾きましょう。あの言葉に言いながら、レミ、言いながら弾く練習ね。せーの。レミドソ。次の段いきますね。ミソドレ。ミソドレミソド。うん。レミレソドド。うん。ね、あのうまくいかなかったら、このちょっと動画前戻して読むところ、よくよくやってください。読むところとか、膝ポンとかね。それも簡単でも、あ、だいたいこれどんな曲か分かったなんで、そういうぐらいになってから、また次練習してくださいね、これね。じゃあ、左行きますね。右手うまくいったら左ですよ。2の指でファ。ここのファはね、トーン記号で、左なのにトーン記号書いてあるので、こっちじゃありません。ここのファです、ここね。小指がドの場所に来ておいてください、ここね。で、2の指はこれ、ファです、最初ね。2の指がファって言ってください。2の指がファ。ここのファですよ。こっちじゃありませんからね、これね。じゃあ、左手を、じゃあ皆さん言ってくださいね、これね。ファーとかね、ここのとこね。ファー言うだけ。せーの。ファーミーレード。ファーミーレーソ。うん。ここのソは軽くね、終わります。あの、短い。短いと思ってソって強くしないんですよね。レーソ。ね。あの、ソっと軽く終わっちゃう感じ。で、ここはさっきと同じ。下から読むと、ドミソ。で、おやすみ。ドミソ、おやすみ。これ何でしたか？さっきと同じね。シレソからシファソ。ドミソ、ドミソ。ここは初めのね、ここと同じなので、あまり読む練習しないです。ここをたくさん読んでくださいね。じゃあ、左の練習いきますね。ファーミーレドからね。このファーからね。じゃあ、ちょっと読む練習。もし弾ける人は今弾いてくださいね。いきますね。どうから指並んでますか？これね。じゃあ、ファーとか言いながら弾きましょうか。せーの。ファーミーレード。ファーミーレーソは短く。もう一回いきますよ。ファーからね。せーの。ファーミーレード。またさっきのこっちと同じなんですけども、ドミソ、ドミソでおやすみ、ドミソおやすみ。次シレソですね。ここ並べ方気をつけてください。シとレとソですね。じゃーん。次はシとファとソ。じゃーん。最後はドミソね。ドとミとソ。じゃーん。もう一個ドミソありますが、これ短くじゃん。こうですね。で、片手十分できてからこれ両手やってください。これ、ね、一番初めからちょっと両手やっていますけども、
片手まだできない人はまだ片手動画戻してやってくださいね。じゃあ両手を一応やってみますね。左ここね、右手ここ、ここがどの場所です、ここね、いきます。で両手やると必ず右手がミの音、左手がドミソ、片っぽずつね、こうやって音を押してみてください。でちゃんと合ってるかどうかね。じゃあまず初めはね、ちょっと練習の仕方見てくださいね。こう片っぽずつ押しながら確かめますね、これね。ここで手を上げます。こう弾かないですよ、これね。2小節目ね。で次行くときに慌ててパッと弾かない、ね、左手はシとレとソって言いながら用意してくださいね。で右手がレの音ね。こうやっておた、お互いにこう確かめましょう、片手ずつね。はい、両手いきますよって感じね。あ、左弾きませんよ。次慌てていかない、左がドミソに直してからですね。ストップ。次最後はまたこっちがシレソに変わります、ね、この切り替えが難しいんですよ、これね。ここばっかり散々練習してください。じゃあレレソファ、ここから練習しましょう。ここからね、3小節目からですよ。右手がレ、左がシレソって、これ確認してから、こうやってから弾いてくださいね。3小節目いきます、せーの。左はドミソに変えますね、これね。ストップ、またシレソ、ね、これが難しいです。これがね、難しい人はここ膝ポンばっかりここやったり、片手ずつやったり、片っぽ片っぽこうやって両手やったりしてください、これね。でそういう風に練習していってね、ここまでちょっと両手やってみますね。ここまでね、いきますよ。一番初めから弾きます。もう両手弾ける人は弾いてくださいね、これね。ゆっくりいきます。ミとドミソ確認してください。せーの。はい、左変わりますよ。はい、ドミソになります。あ、シレソになりますよ。次いきますね。はい、左手はシレソに変わりますよ。ストップ、左シファソ、はい、左ドミソですよ。で今ストップって言ったけど止まってもいいんです、全然この辺ね。レファどこでしょう、シファソですね。で確認してからミーレどこでしょう、ね、ドミソとドどこでしょう、ね、確認しながらやって、うまくいったらこれがスーッといくようにね、そういう何回も何回も練習してる。うまくいかない人はね、膝ポンよくやったらいいです。膝ポンって簡単なんですけどね、こうタイミングね、これをちょっとお手手のこの辺じゃなくて肘ごとこう覚えるんです。肘からこう覚えるようにしたら、あ、ちょっとやりやすくなります。じゃあ今度こっち行きます。ここの両手ね、これもゆっくり止めながら右と左確かめながらやってくださいね。確かめ方ですけど、右手は何ですか、で左はバー、これで確認してから弾いてくださいね。ストップ。次は右手はドだけど左はミですね。こうやって一個ずつ押してもいいです。こうやって片方ずつね、これね。ドとミが一緒。ね、今ここやりました。レとファ押しといてよっこいしょ。ドとミ押しといてよっこいしょ。ね、こうやって確認しながらやってます。もう一回いきますよ、このとこね。レとファだなって思いながら。せーの。次、ドとミ。ストップ。次はファとレですね。はい、ミとド。ストップ。次3小節目。右がレで、左がファ。ここね。せーの。はい、ストップ。右はドで、左がミ。はい、ストップ。次は、右ファで、左レですよ。はい、ストップ。最後は、どっちもソ。こうね。今、ストップしながらやります。こう見ていく感じです。こう。ね。もう一回両手行きますよ、ここからね。ちょっとゆっくり行きますね。今度止めませんよ。レとファ用意してからね。せーの。ファとレですよ。はい、ミとド。はい、レとファ。ドとミですよ。はい、ファとレですよ。はい、どっちもそう。一番難しいから、ここね、膝ポンやったりね、ゆーっくり止めながらやってみる。じゃあ最後のここ行きますよ、ここね。
こうゆっくりいきますよ、これね。はい、右はミ、左はドミ、そういうこと確認してくださいね。じゃあ一緒にいきます。どうでいきますよ、せーの。はい、一緒。お休み、ストップ。ここで慌てて弾いちゃうとね、これ間違えてこう弾いちゃいますからね。右手はレ、左はシレ、そうって変わっていきます。こう気をつけて、せーの。はい、ストップ。今度左こう変わるんです、 C ファーストね。はい、最後はドミソに変わりますよ。もう一回最後のとこ、一番最後のとこね、レとシレソのとこね。はい、C ファーストが変わります。はい、ドミソですね。こういう風にちょっと少しずつ少しずつね、練習をするようにしてください。